第10話、実は最初から作戦に失敗していた黄金族。黄金族の首領であり天候将軍と名乗った張角は、本当は電撃戦で漢王朝を打倒しようと考えていました。そのために弟子に大金を与えて洛陽に派遣し、宦官を買収して洛陽の城門を開かせて一気に王宮を占拠してしまおうと計画していたのです。宦官を買収した張角だったが、実際に張昭という宦官が張角に抱き込まれ、電撃作戦は首尾よく成功するかに思いました。ところが土壇場で買収していた張昭が恐れを抱き、計画を漏らしたので作戦は失敗に終わります。張角は官軍の討伐隊が攻めてくる前に行動を起こそうと、準備不足の中でやけくそ放棄をする羽目になりました。それでも五官王朝が当初は宦官と外戚で勢力争いをして足並みが揃わない間は、黄金族は勢いを頼りに勝利を得ることができました。宦官と外戚が一時休戦をした結果、しかし宦官と外戚が一時休戦し、官軍の中でも百戦錬磨の魯蜀や候補数朱俊のような将軍や、曹操や孫権、劉備のような若手の武将が戦争に出撃し、黄金族を各地でしらみつぶしに撃破するようになると情勢は変化します。最初は勢いがあった黄金族も、負け始めると素人の弱点をさらけ出し、敗残兵を統合して軍を立て直すこともできなくなります。当初から戦術戦略に長けた人物がなかったことが災いしてしまったのです。いくら数が多くてもバラバラでは職業軍人である官軍にかなうはずもなく、各地で敗走を繰り返しています。教団の精神的な柱、張角が行く。極めつけには教団の精神的な柱だった張角が戦陣で病死してしまいます。こうして残っていた黄金族も散ってしまい、黄金の乱も終結します。36万人と言われた大規模反乱はたったの9ヶ月で終わってしまいました。張角が短期決戦にこだわった理由、思えば張角が最初に電撃戦にこだわったのも、長引けば素人集団の弱点が露呈するということを知っていたからかもしれません。ただ張角の死後も各地の黄金族は散発的な抵抗を続けていて、それは20年以上も継続したとされています。その一部は三国志の主人公の一角である曹操の直属の精鋭青州兵として吸収され、魏の天下取りに大きく貢献しています。